はい、アイランドファクトリーのルカポトです。忍びストライカーやっていきたいと思います。サバイバル演習テストバージョン、一体いつテストバージョンは取れるのだろうかということで、今回はアバター癒しの方を使っていきたいと思います。リザーブが2人、プレイヤーが4人、珍しいですね。だいたい3人だったので、まずはオロチマル様を狙っていくか。まあ、いきなり八卦空将を外していく。プレイヤーが守りの方だ。あー、さすがにいって、辛くない、辛くない、よしよしよしよ、陰湯消滅、自動回復リジェネですね。まあこういう個人戦の中でも輝くのではないでしょうか。八卦空将でよっしょ、巻物欲しいな。一体ただやっぱな、再使用までの時間が長いんだよな。飛ばせ、よし、避けらんねえな。そしてやられるっちゅうね、あれだな、もう睨まれたら動けんな、戦うしかねえんだろうな。アタック内で逃げながらみたいなところだったかな。刺さる、くらくらえ、発揮空所だ、届かない、そして周りに敵がいない。よし、あっちの攻めの方結構弱ってるな。一応陰湯消滅貼っておいて、当たんねんだな意外と。おっと、こっちもよし、やる。ボルトと1人、あれですね、プレイヤーの方ですね。発揮空所やって、オロチマル様に精鋭タージャッシュ食らってしまう。ハリ地蔵、ハリ地蔵、まがまがしいハリ地蔵。よいしょ、発揮空所、印象滅貼っておく。で、重補装試験が使えるようになる。そして誰もいない、豪華球食らっちゃったな。ハケクションかばわれたね今ね、目の前の人に。いやー、重補装試験使いたかったんだけどな。ヘビ分身、いい消滅、これで八卦空所します。ミノカと食らう、ミノダンだっけ。いったいったいった、やめよ、一回一回やめよ。うはー、やられた。攻めの方がね、厄介だね。まずいビリッケツだね、プレイヤーの中では。決着まで残りわずか。どうなのボルトは。あっどんなのっつって一発で倒すっていうのもね、陰湯消滅を貼っておいて、大突破オロチマル様だな。オロチマル様どうなの、ダメージ受けてます、いって、タージャッシュ終わった。そして3位、地味、あーすげえ、オロチマル様も最後なんかかわいそうな感じしてしまった。いやー、なかなか、なんかお情けで3位まで登ったって感じですが、ちょっと厳しいものがありましたね。まあ、最初の巻物取りに行こうっていうのが余計だったのかな。まあ4-2、まあ、ボルトに対してね、なんか一撃入って倒すみたいなこともありましたので、ただ1位は8人も倒している。まあそうですね、まあ頑張って修行していきたいと思います。それではもう一試合いきたいと思います。はい、続いては忍界リーグやっていきたいと思います。撃破戦ですね。あおやおや、3人しかいないぞ。覚悟はいいな。これをやられてしまうと厳しいものがありますね。敵を倒せ、まあ3人でも頑張りましょうか。
さあまあ3人ということで確実に仲間と連携を取らなきゃいけないですね。待ちですか。まあその方がいいでしょうな。上にいる私今すごい格好をしていると思いますが、スキルをね見る限りこの格好がいいとなりました。本当はねなんかおしゃれ装備みたいなのでスキルは別でねこうつけられるみたいな感じだったらいいんですけどね、そうではないとそういうことなので、まあ、このちょっとね色がすごい感じの格好になっております。痛いですね。もう草津絞りかこれは。あぶねー。仲間のカットを意識しつつ当たらない。しっかりと回復を意識して発揮空傷要。痛い。もう巻き物を諦めちゃうみたいな感じになるよな。よいしょ。向こうも癒しの方いる。火力がね、うえはまあそりゃね医療忍者狙うんだよ。そうなるよね。いってすいません、やられちゃいましたね。ただこちらも仲間が一人取っている。まあ巻物を奪いに行きたいが、まあ巻物の効果によって効果がないと、そうなってしまうと届く？届かないか。いやーこれきついか。逃げた方がいいか。すまぬ、我には無理だ。我には4人相手にするのは不可能だ。巻物取りに行ってくれてますね。ただそうなると、あだ1人いるね。頑張って戦うしかない。一体見るところ多すぎる。再犯抽出、想像再生。いえって、ロックをする人が多すぎてな、きついの。いって、いやーやられた。さすがに自利品ですな。このままね、かっこ撃破されるっていう流れが一番厳しいんですが、これは捉えちゃうかな。吹っ飛ばしてしまったか。いや、いいですね。もう巻物みんなで取りに行きつつをしないとダメかもしれないですね。うわー、黙殺縛り。高い位置で封印されたおかげで助かったか。ドンスク発揮空傷で忍術封じる。封印内容はねチャクラメスの方がいいんですけどね、チャクラメスはなかなか当てづらさがあるからな。ナイス、接近戦ですからね。よいしょ、発揮空傷さらに当てる。よし、いいですね。よーし、いけよう。さあ、さらに、リング。リングじゃねえ、巻きも。うわー、あー、式封じされた。式封じしているのに、術者の方はピンピンしているという。なんたる不思議な光景だ。まあね、自分の命を消費して相手を倒すっていう技は本当に使い物にならないだろうからな。やめよ、やめよ。いやーいって、うわー、さすがに二人は無理。いい感じで終わったんですけどね、一気に崩れてしまった。式封じ食らってしまったのが響いているのか。あだが倒す、いいですね。ここはもう想像再生、再犯抽出。音速札いいんですけどね、やっぱ個数が少ないのがネックですよね。
発揮空章。まあ危ねえ、間に合った。痛い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 、見えない、そんな、スプラトゥーンじゃないんだから。やばい、一人やられてしまう。ふう、厳しい。再反抽出、待って、俺しかいない。発揮空章。いやー、なんで今つかない。厳しいよ、厳しいってば。再反抽出、オッケー、生きる、生き延びてみせる、生き延びてみせる。よし、ヒット、リングが足りないくらいの方がいいかな。再反抽出、はい、発揮空章、やばいなー、これつなでそうか、カブトにやってたな、うひー、操作が逆転してましたね。いやー、途中 いけるかなーと思わせておきながらのこの流れでしたね。さすがに4回はやられすぎか。いやー、やられてしまいました。人数差あった、きついはきつかったですがね、なんとかもうちょっとやりたかったところもありますね。というわけで今回の動画はここまでとなります。次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。